ただいま、映画館に着いたんですけども、今朝の5時です。20人並んでます。マジか、やばくない？これやばいよ、タジアドル。ってことで、開店は朝の8時なので、3時間待ちたいと思います。はい、まだまだ暗いです。はい、ということで今帰ってきました。はい、ただいま11時36分を回ったところでございます。今日朝起きてから何も食べてないので、はい、オロナミン C。 くぁー、元気アツアツですよ。はい、本日は2018年11月23日金曜日、祝日ですね。いやー、3連休ですよ、私。どうですか、皆さん。買えましたか？先ほど動画にあった通りです。朝5時に並んでも、あれだけ並んでるということでね。映画館からこう出たら、もう、うわーっていうぐらいね、もう相変わらずたくさんの行列になっておりました。もう軽く、3桁行ってましたね、あれね。じゃん！はい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 。ででー、出ましたー。はい、こちらは今回のプレミアム前売り券の特典、デラックスオーズタジアドルコンボライドウォッチでございます。そしてこれが親子ペア券の、ムビチケですね。特別仕様なので、ちょっとこう質感がちょっと違うんですよね。まあ無事にね、8時に開店して、まあ8時ちょい過ぎに、買うことができたんですけども、私はねこれだけで、ミッションが終わったわけではございません。さあ、その後家電量販店の方に行きまして、こちら、はい、こちら同日発売のデラックスガイムライドウォッチを、まあこれは10時かな、10時ぐらいに、買いに来ました。ガイムライドウォッチ、まあ10時に買ったんですけども、それと同時刻にですね、ローソン限定の、プレミアム前売り券、まあハザードライドウォッチですよ、あれの、まあ、予約開始されまして、で、ローソン行って、ロッピーでガーってやっても、まあ、繋がらないわけですよ。で、決着がついたのが10時40分。いやー、なかなか、でもね、繋がんないわけよ。まあ、とりあえずね、これもね、予約完了ということでね。そして最後に、ツタヤ限定グッズ付き映画前売り券。こちら、ミニブランケットが、ついてくるんですけども、で、店舗に行って、予約完了しました。今日はね、こちらでございますよ。デラックスオーズタジアドルコンボライドウォッチを今日は開けていきたいと思います。ちゃんとライダープレミア特典ってこういうシールも貼ってある。えい。それでは相変わらず言葉いきます。せーの、開封。はい。そしていつもの説明書。このタジアドルウォッチは、この間仮面ライダージオの、エピソード10に、出てきましたね。エイジが相互にね渡してましたけども、はい、正面には、2010と、そして上には、ライダーズクレスト。ただ見てわかる通り、タトバコンボのマークです。ここどうせだったらタジアドルコンボのね、クレストにしてもらいたかったですね。デラックス版なのでカバーも回せます。ん？ん？あれ？気のせいか、なんか回すなんか感覚がなんかちょっと普通のと違うな。気のせいか。カバーを回すとタジアドルコンボの顔が出てきます。カバーと本体のカラーはタジアドルコンボのイメージカラーの赤です。ご覧の通り真っ赤っかです。真っ赤っか状の王ですよ。そして背面 QR コードがついてます。それでは単体音声の、確認していきましょう。ふんにゅ、点面のボタンを押します。見えにくいと思うんですけども、音声とともに、真ん中がちゃんと光っております。燃え盛る真紅の翼、炎のオーズ、タジアドルコンボ。イエーイ、いいね。さあ、時空ドライバーを用意したので次は変身遊びです。カバーを回して、音声はもうあれですね、
タジャドルコンボの変身をもう全面にも出てる感じですね。そして真ん中のパネルには、赤く2010と、出ました。次は必殺技。フィニッシュタイム！タジャドルの方からギガスキャンと流れました。ということで11月23日から販売開始となりました仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーのプレミアムマイル券についてくるデラックスオーズタジャドルコンボライドウォッチの紹介でした。全国で3万5000個ですよ。さっきね、自分が行った映画館のホームページ見たらもう完売ということで、買えた方、お疲れ様でした。そして12月22日からいよいよ公開です。仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバー、一体どんな物語になるのでしょうか。非常に楽しみでございます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う人は、グッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、一ノ瀬ハヤトでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。